大正13年9月2日、東京で一つの小さな命が産声を上げました。葉山家の長男、のぼるです。父親の後を継ぐように陸軍士官学校を卒業し、陸軍少尉任官直後に終戦を迎えます。軍人の道を断たれた葉山のぼるは、これからの時代の人を育てようと教員の道を目指し、日本大学に入学します。その一方で学費と家計を賄うために仕事を探します。そこで出会ったのが当社版印刷でした。終戦の翌年、誕生日に1台の当社版印刷機を手にし、世田谷の自宅で仕事を始めます。どんな時も人間は理想を失ってはいけない、理想を貫いていこう。終戦直後の日本を目の当たりにした葉山のぼるは、その理想という言葉をそのまま社名とすることを決意します。理想科学の前身、理想社の誕生です。葉山家全員が協力して懸命に働きました。葉山のぼるは少しずつ会社を大きくしていき、1948年、日本橋に営業所を開設。社名を理想印刷社に改めます。後半印刷は原紙に穴を開け、そこにインクを通して紙に転写するというシンプルな原理ですが、そこで重要となるのがインク、エマルジョンインクです。かすれずにじまないエマルジョンインクは当時すべて輸入品でした。その輸入量は少なく、インクの入手は一番の悩みの種でした。そして冬のある日、葉山のぼるはインクを取りにスクーターで急いでいる途中、交通事故に遭い大怪我を負います。2ヶ月の入院の間に葉山のぼるは決意します。よし、自社でインクの開発をしよう。常に世界に類のないものを作る、理想科学の挑戦がここから始まります。そして1年半後、ついに独自のインク開発に成功。1954年、日本初のエマルジョンインク、理想インクを完成させます。これをきっかけに印刷会社からインクメーカーへ転身します。そして1963年、社名を現在の理想化学工業株式会社とします。前半は蝋を塗った当社原紙に鉄筆で字を切っていくというスタイルが長く続いていました。1960年代に入ると和文タイプなどの製版に移行しつつありましたが、原理は同じで、1枚の版を作るのに長い時間を要します。製版時間を大幅に短縮する方法はないものだろうか。試行錯誤の上にようやく完成した理想ファックス、理想マスターは多くのマスコミを集めて発表されました。翌日の新聞を飾った見出しは、お化けみたいな製版機、世界に例のない新しいシステムでした。それもそのはずです。それまで最短でも10分程度かかっていた製版工程を、理想ファックスはわずか5秒で成し遂げたのです。その評判は瞬く間に世界中に広まります。アメリカに本社を置く世界有数の事務機メーカーが、自社の製版機に理想マスターを採用したいとの話が飛び込んできました。月産で1000万枚という想像を超える納入です。すぐに葉山のぼるは理想マスターの大幅増産体制を整えます。開設したばかりの霞ヶ浦事業所の第二工場をフル稼働させると同時に、第三工場を建設、一気に第四工場の着工も進めます。
ところが契約を交わして1年も経たないある日、アメリカから一本の連絡が入ります。それは注文をストップするというものでした。そんな。葉山昇はすぐに動きます。まず自分の社長の肩書きを捨てました。自ら営業本部長として現場に入り、理想ファックスや理想マスターを売り歩きました。その姿に残った社員たちも奮起します。その一方で技術者を集めて宣言します。この危機を打開する道はただ一つ、新製品の開発だ。そんな中、技術者から提案が上がったのがキセノンファックス計画です。虫眼鏡の次に着目したのがカメラのストロボフラッシュでした。そのフラッシュの先行を製版工程の熱源に利用しようというものでした。これもまた世界に類のない画期的なアイデアでした。1972年に視聴覚機器トラペンアップとオーバーヘッドプロジェクターを発売。それは従来の学校教育やオフィスでの会議を変革する画期的な製品になりました。しかし葉山昇は満足していませんでした。後半印刷にはもっともっと可能性があるはずだ。当時後半印刷は手が汚れる、インクが飛び散る、かすれが出るなど多くの欠点がありました。後半印刷を極めるなら製版の技術だけでなく印刷もカバーできないといけません。開発には長い時間と多額の研究費用が必要です。時を待つしかないと葉山昇が諦めかけた時、再び開発部門から新たな試作機が持ち込まれます。トラペンアップで完成させたフラッシュによる製版技術を応用し、誰でも気軽に使えるようにと考えた小さな印刷機でした。名付けてプリントごっこ。家庭でも気軽に印刷ごっこができるという葉山昇自らが考案した名前です。1977年発売と同時にプリントごっこは爆発的ヒットとなり、プリントごっこによる年賀状作りは日本の年末の風物詩となります。プリントごっこの成功は理想科学の社名の認知度を一気に高めました。そしてこれでようやく後半印刷機を開発する資金が整ったのです。製版技術は極めたものの、初めて着手する印刷技術はゼロからのスタート。開発は難航しました。目指すは手を汚すことなく気軽に印刷できるコンピューター制御の自動後半印刷機です。試行錯誤を繰り返し、ようやく試作機は完成。当時オフィス用印刷機の限界枚数と言われていたのは100万枚。技術者たちはその100万枚印刷テストを何度も繰り返しました。そうして3年後の1980年、自信を持って完成させたのが画期的な後半印刷機リソグラフ FX7200AP7200 です。リソグラフは後半印刷機で初めて光センサーマイコンを搭載。後半の基本原理を核とし、インクを自動供給する技術、高速で用紙を搬送する技術、コンピューターで制御する技術など、全く新しいシステムに進化させたものでした。印刷機みたいな複写機と新聞でも取り上げられました。インク開発、製版機とマスター開発を経て印刷機にまでたどり着いた理想科学。ついに後半印刷機器の総合メーカーとして新たなスタートを切ります。リソグラフは1982年に世界最大級の総合見本市であるドイツハノーバーメッセ、続いて1984年の
アメリカ最大級の事務機フェアノムダに出展、圧倒的な賛辞を浴びます。1986年、アメリカマサチューセッツ州に初の海外現地法人理想インクを設立。その後ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカへと展開します。現在までに180を超える国や地域で利用され、後半印刷機で世界トップシェアを獲得しています。その後、理想科学はデジタル化、ワープロやパソコンとの接続と、理想グラフをさらに進化させていきます。1999年には初の海外生産拠点、中国広東省珠海工場の創業を開始します。そして同年、葉山明が代表取締役に就任します。後半印刷を極めた葉山昇は、息子にしっかりとバトンを手渡したのです。次の目標は明らかでした。高速カラープリンターへの挑戦でした。1990年代、プリントはカラーの時代。しかしまだまだプリント単価は高く、気軽に使えませんでした。もっと気軽にカラーでプリントできないか、世界に類のないものを作る理想科学ならではのプリンターの開発が求められました。そうしてオリンパス株式会社との合弁事業により、2003年完成したのがオルフィス HC5000 です。発売当初から毎分105枚の世界最速を記録。以来オルフィスシリーズは世界最速を更新。その記録は未だ破られていません。オルフィスはスピードだけでなく、モノクロ並みの経済性を実現した画期的なプリンターです。2013年、茨城県つくば市に理想開発センターをオープン。未来へ向けての世界に類のないものを作る体制を整えました。2015年、フランス・パリで開催された国連の気候変動枠組条約第21回締約国会議 COP21 のオフィシャルパートナーに選定。オルフィスの省エネルギー性能、高速印刷による高い生産性、信頼性が評価され、12日間にわたり約300万枚の印刷物の出力と保守サポートを行いました。世界に類のないものを作る。70年の歴史を超えて、これからも時代の変化を先取りし、お客様への新たな製品、サービスの創出に挑戦していきます。